ヤアチェスラフ・ワシー・リエビッチ・チーホノフは、ソビート連邦、ロシアの俳優である。現在のモスクワ州、パブルフスキー・ポーサドで生まれた。1945年、全ロシア映画大学に入学。学生時代に映画、若き新映体で、役者としてデビュー。当時の同級生で後に、有名な女優になるノンナ・モルジコワと結婚。1957年。 ゴーリキーフィルムスタジオに加入。1965年から1967年、セルゲイボンダルチュク監督の戦争と平和にアンドレイ役で出演。作品は米国アカデミー賞外国語映画賞など数々の賞を受賞。1966年6月19日、同作第一部の日本公開のため、監督兼ピエール役のボンダルチュク。 ナターシャ役のリュドミラ・サベイリエは、エレン役で出演したイリーナ・スコブゼワと共に、日本を訪問した。2002年、新金高速を発作した。2009年に、モスクワで死去し、当時のドミートリ・メドベージェフ大統領が上位を、表明した。調査船、ビャチスラフチーホヌフゴは彼にあやかって名付けられた。ありがとうございます。